大会開催。さあ今大会のコースレース、男子ユース、女子ユース、コースのレースが開始。さあ、昨年の、この大会の男子ユース、優勝したのは、横山浩太、選択してません。それから昨年の第3位の井村航平は DTS と乗っております。さあ、選手を紹介していきましょう。ビブナンバー1番、男子からです。ビブナンバー1番、横山浩太。ビブナンバー1番、井村航平。大きな頑張れ、大きな頑張れ。ビブナンバー3番は川田富士。ビブナンバー4番は山田良樹。ビブナンバー5番は岩出雄介。ビブナンバー6番は山田真希。ビブナンバー7番、早川雄一。ビブナンバー8番、井村孝之。ビブナンバー9番は岡野達希。ビブナンバー10番は前田晃平。そしてビブナンバー2番と井村さんのは TS。 さあ、今ルートを引っ張っているところがですね、コーラスタートしてから4人ずつがコーラーして、ビブナンバー3番の川田徳がトップで、さあここでもう出てきたのは、男子ユース、ビブナンバー1番横山浩太、さあ横山浩太が追って、前に出ました。そしてそれを追うは、ビブナンバー3番川田徳。そしてそれを追っかけていくのがビブナンバー5番の前田浩平。ただ、ここから見る限りでは3名がファーストパックを作ってセカンドパックが2名、その後にかなり離れていくような感じです。女子の方の情報がまだちょっと上がってきていません。あで A ポイントで、最初に来たのは中村千鶴。そして、それを追うは17番112番の相方聖火。さあ、昨年はですね、中村千鶴が、ユース女子の第2位、そして相方聖火が、第1位と、いう形です。そして今年は今で漫画にはこの女子ユースが来ていないと、いう状況。さあ、この後か、さあ、続けていきたい。さあ、実はこのユース、第1戦目が、ゴールスコーハートでは2勝8勝。この時は川田徳が、ルートしました。さあ川田徳は今横山浩太を追って進行中。そして2回目、2019年ですね、ここのスローハートで行われたユース2連覇を果たして、今回3のパワーを目指して戻るかどうか、これを阻止できるか川田徳。さあこの男子ユースは毎年見てますが、どんどんレベルが上がってきて、あいにかせんかがこの2人が、レースを回します。さあ男子ユースのトップ集団が見えてきましたが、ここから見る限りでは2名ですかね。ビブナンバー3番川田徳、その後横山浩太が追う。さあこの、前田晃平が一歩。さあ3人が、このファーストパック、まず2人行って、その後、トラック半周回くらいですね、遅れ。
シーズンの4時から4時から10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 時からオーナーが来ました。2ナンバー3番の川田口が先行して、その後しっかり横山幸太が続いているんですよね。そして、横山幸太と前田幸平、多分相手の記録が見えているところでのレース展開は何があってもおかしくありません。さあ、4時のオーナー、27キロ1分で、ちょっと入っていただきます。微妙なにですね、水かけて泥を落とすという光景が結構見えましたが、ここのユースあたりだともう同じようなことができる選手がかなり多くなってます。さあ、この泥をどう制するかがレースのポイントになってくるかなというところ。さあ、1点のオーダーが上がりました。1点2つないから1点ので、ここをどう頑張れ。さあ、楽しみにしていきたい。頑張れ。スタート地点から 400m、その次 B 地点がスタート地点から 1km、 B ポイントが 2.7km の頑張れポイントです。1周回 3.15km の、おい西村君コース頑張れよ。今男子ユースが続々とファイナルラップ。今、引き出したのは山田よしですね。山田よし、昨年のユースの大会では第5位でした。それ頑張って、それいけ、ラスト頑張れ、ゴテ君頑張れ、それいけ、それ頑張って、それいけ、さあ頑張って、ラスト頑張って、頑張って、飛んでけと言われてます。それ頑張っ。女子優勝選手の中村千鶴、おめでとう。頑張れ。
ーパーマン、スーパーマン。コウヘイ君、ラスト頑張れ。さあ頑張っ。頑張っ。さすがです。頑張っ。やってやって。さあ女子ユース、これでレースの方はコンプリート。そして男子ユース、今年のオーダーは沢田時、そして横山浩太、前田浩平の頑張っ、順番に、上がりました。よし、ラスト。さあ、頑張っ、もうちょい。さあ、男子ユース、そして女子ユース、今フィニッシュを迎え。さあ、もうちょい、頑張っ。どうもちょい。やばい。どうもちょい。頑張っ。